ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。トイレットペーパーで山を作ります。キッチンペーパーと被らないようにトイレットペーパーです。山はだいたいコーナーに作るのがお決まりですね。道路は A4 サイズの紙に印刷しました。紙を貼り付けました。山の設置場所はやっぱり右上ですね。では、直角に立てる段ボールを切ります。トンネルの入り口も切っておきます。直角に段ボールを立てます。全体はこんな感じ。トンネルの入り口を配置します。山の形を作っていきます。頂上は平らにします。取り外しできるように山肌を作ります。段ボールで骨格を作ります。上からかぶせるタイプの山の骨格ができました。さて、ここでトイレットペーパーを準備します。新しいトイレットペーパーを使います。シングルタイプが扱いやすいです。さらに、ヨーグルトの容器とボンドを準備します。ヨーグルトは食べておきました。美味しかったです。うまー。水を入れて、ボンドを入れます。ボンドは水溶性なので、溶けるんですよ。このくらいかなー？ぐるぐる。ぐるぐるー。ちょっと、溶かしてみましょう。ぐる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 。ボンド水を作っています。もうちょっと、ボンドを入れましょう。もう少し、白くならないと、固まりません。もっと入れてもいいかも。かき混ぜます。混ぜ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 。いい感じのボンド水ができました。水が蒸発すると、ボンドが残って固まるんです。トイレットペーパーを長く丸めて、こうやって山の骨格に乗せます。全体にトイレットペーパーを乗せていきます。長く丸めます。4から5回丸めます。山の骨格にこんな感じで乗せます。山を取り外しできるように、段ボールを敷いています。さっき作った水に溶かしたボンド水を、振りかけます。段ボールの切れ端で、振りかけた方が、振りかけやすいです。地道に、ボンド水を振りかけます。ボンド水を、パラパラ。ボンド水をパラパラ。割り箸は時間がかかる。全体的に湿らせるだけですよ。びちゃびちゃにしないように注意してください。ここまでできたら、1日乾燥させましょう。乾燥したら、色を塗ります。匂いがないアクリル絵の具を使っています。トイレットペーパーは、ボンド水のおかげで、パリパリしています。塗り塗り。アクリル絵の具は塗りやすいですね。アクリル絵の具も乾燥すれば、固まります。ここまで塗ったら、また、乾燥させましょう。将来、この上に、雷剣をくっつけます。茶色のところは、展望台にしようかな。乾燥したので、取り外してみます。裏側は、こんな感じです。トンネルの入り口を、くっつけます。上下、左右が、ぶつからないか、試運転してみます。あとは、雷剣や柵、人を配置していき、リアルな山っぽくしていきます。
を、トンネルをくぐり抜けました。山との境目などには、雷剣をくっつけて、隠します。茶色のところには、柵つけたい。次は、下のトンネルは、うまく通過できるかな？下のトンネルも、うまく通過しました。山が、うまく作れましたね。駅に到着します。では、ご視聴ありがとうございました。